うで始まりまりした、もうつ3チャンネルです。今回はですね、そうです、夏期講習始まりました、ねえー。いよいよ、まあ、このコロナ禍の初めての夏期講習ですけど、本当にね、生徒たちがこの席開けて座ってるっていうのがね、えー、こんななんだ、みたいな感じですね。そう今ねこのそう、そうだ、英語やって。来週、再来週が、A 作と、あれね、この EX っていうあの一番難しい授業。 EX はね老人生取る人いるんですけど時々あれですからねえ私日本語喋らないですからね大変ですよかなり <laughs> あの圧倒的なレベルあただまあ夏はねちょっと時間あるからアクティビティとかもやるんですけど、ね、あただあのねあんまり人数多いとアクティビティやりにくくなっちゃうんで A <laughs> 作ねはいはいはいこれもねあんまり多くなっちゃうと <laughs> めんどくさいんで,でけど、はいまあ、今やってるのは総代語まあ何がやっぱねボンと違うかっていうと 今までいわゆるこの12校とか受けた生徒相手にこうやって教えるわけですよ。でその講習しか受けてない人にはこここうやってやってるからみたいなのをね授業で話すんですけどもうほとんどが今年はもうだって4校とかしか出てない人たちだからもう初耳学みたいなのがいっぱい出てきちゃうわけですよ。普段の授業でこれやりましたねはいって言ってで、復習みたいな感じでやるのがもう 初見みたいな皆さんが初めて見てますねみたいな感じでやんなきゃいけないのでそこが大変ですね。まあ当然その4コの中でもね重要なこといっぱい話してるからそれは被るものは出てる気はするんだけどかなりそうね今年のこの素題語なんか語源かなりやんなきゃいけないです、ね、もう授業中に普段やってる語源とかさ単語のね語源ねこういう語源からできてんだよとかこういう設字とか設備語、ね、とかってやんだよみたいなのが一切一切ではないけどほとんど そんなのやっってる時間なかったかたらその4つの中に重要な要素をまとめてやんなきゃいけなかったからもっとね語源よりも重要なこといっぱいあるからそれをやってたんでだから普段の書き講習よりもだいぶ知識中心でやってるのでそうだから基礎知識をやってそれを使ってどうやって問題を解いていくとかどうやって読んでいくかっていうののこのなんつうの過渡期にするんですけど夏っていつも。学期はその知識じゃななくて読み方方解き方中心なんですけどそ 前提でねでもでそれを混ぜるのが牡蠣なんだけどそうだからこっちこっちみたいにやることよりもこっちがほぼメインみたいになってるのがちょっとねまあだから例年とは違うんですけどまあ、しょうがないよねやるしかないですからねみんなね。本当に大変だと思いますが頑張ってほしいと思いますねこっちもマスクしてね。 窒息しないように頑張ってやってますから、ね、先生たちも本当にね、フェイスシールドで頑張ってますんで、はい。いや、本当に今年はね、どうなるかわからないですが、皆さん大変だと思いますが、受験生の皆さん本当頑張ってほしいかなと思います。僕も頑張ります。動画の編集で死にそうですけども、はい、合間に。そう、教えてるときが、まあ、いつも言いますけど、趣味ですから。 それ以外の時間はほぼほぼ動画編集してるから、動画編集プロジェクトさっき見たら10個同時進行になってたわ、動画。面白い。死んじゃうやって思ったけど、はい。それだからですね、私頑張っていきますので、はい。皆さんも頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、Thank、you.